アレッサンドロ・バーリオは、イタリアラツヨ州ビテルボ県、モンテフィアスコーネ出身のプロ野球選手。現在は、イタリアンベースボールリーグのフォルティチュード・ボローニャに、所属している。グローバル・ベースボール・マッチ2015サムライ・ジャパン対、欧州代表では、アレッサンドロ・バリオと表記された。2004年にラムズ・ベースボール・クラブと契約を結んだ。2008年に退団した。2009年は、 BBC アレンツォと契約を結んだ。同年限りで対談した。2010年は BBC グロッセイとと契約を結び、プロ入りを果たした。この年は35試合に出場し、打率204、0本類だ、9打点、21安打、に盗塁を記録した。オフの10月に第17回アイブフインターコンチネンタルカップのイタリア代表に選出された。 2011年は42試合に出場し、打率247,0本塁打、15打点、44安打、2投塁を記録した。2012年は42試合に出場し、打率341本塁打、27打点、54安打、1投塁を記録した。同年限りで対談した。2013年は、ホルティチュード・ボローニャと契約を結んだ。 開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。シーズンでは36試合に出場し、打率410,4本類打、42打点、59安打、3盗塁を記録した。この結果、MVP を獲得した。2014年は20試合に出場し、打率257,0本類打、14打点、 18アンダー、0盗塁を記録した。オフの9月1日には、第33回ヨーロッパ野球選手権大会の、イタリア代表に選出された。2015年2月17日に、同僚のファンカルロス・インファンテと共に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の欧州代表に選出された。3月10日の、第一戦、3月11日の第二戦に、 2番二塁手で先発出場している。オフの10月23日に第1回 WBSC プレミア12のイタリア代表に選出された。2017年開幕前の3月に第4回 WBC のイタリア代表に選出された。オフの9月22日にオランダ代表との親善試合であるヨーロピアンベースボールシリーズのイタリア代表に選出された。 ありがとうございます。